こんにちは、ハルアンです。今日は富澤商店の購入品をご紹介したいと思います。水むき噛まないで。今日は富澤商店の購入品とあとはちょろっとおすすめ品もご紹介したいと思います。ではでは早速、じゃーん、強力粉春よ来いです。2.5キロ、おーっと思うかもしれないけど、そんなに多くはないです。パンを焼く方にとってみれば結構すぐ使い終わっちゃうものですよ。やっぱり国産の粉は美味しいかなって思います。やっぱね、粒子が細かいっていうか、加水率もちょこっと違ってくるし、やっぱり美味しいパンが焼ける気がします。なので春よ来い、結構みんなに万人受けする味かなと私は思っているので、そんなに高くないし、ぜひぜひ買ってみてください。ドライイーストー、これ結構買うの珍しいんだけど、というのもドライイーストってなかなか減らないし、ね、そんな使い切れるものじゃないのであんまり買わないんですが、とうとううちのドライイーストがなくなってしまったので買ってきました。 500g 入りです。真空になってパチパチカチンカチンな感じですが、中はサラサラのつぶつぶのドライイーストが入っております。アーモンドパウダー、アーモンドパウダーは富澤でなくてもスーパーとか あのお菓子作りコーナーとかでも結構ありますよね。だけど富澤が一番安いかなって気がします。単純に安く買える気がするので富澤でいつも買っています。なのでキッチンの上にナポリタがあるんだけど、ダメだよって言ってると、富澤の上にいるのね、いい子。チョコペン、デコレーションとかしないのでチョコペンはいつも買っているのですが、チョコペンコーナーっていうのが富澤にはあって、定番のチョコタイプからいろんな色のチョコペンとかがあるので、結構見ているだけでも面白いです。全然飛びついてくれない。私あんこが好きなんですけど、あんこを自分で煮るのはいつもこのダイナゴン小豆、これを使ってます。普通の小豆に比べて粒がねすごく大きいんです、この小豆は。だからあの、私粒あんを絶対作るんですけど、粒あんがすごく美味しく作れます。ちょっと高いんだけどね、いつもこれです。そして次は和栗ペーストです。これも結構高いんですよ。これで1000円ぐらいしたと思ったんだけど、これもとっても美味しいです。モンブランの動画でモンブランを作った時にね、これを使いますって使ったんだけど、これ本当にめちゃめちゃ美味しいペーストだったので、また買ってみました。ブラックココアパウダーです。見ての通り超真っ黒でしょ。この真っ黒パウダーを使って、こう例えばマフィンを作ったりだとかすると、ものすごいもう真っ黒のマフィンが焼けるんですよ。例えばそのチョコを混ぜ込んだブラックココアパウダーのマフィンに、ちょっとラズベリーのジャムとかイチゴジャムとか赤いとか、ちょっとこうビビッドなカラーのジャムとかを乗せて焼くだけで、めちゃめちゃ可愛いマフィンになるんですよ。だからブラックココアパウダーはクッキーとかに入れたり、ほんの少量ですごく黒くなるからおすすめです。真っ黒の食べ物もね、ちょっと可愛いですよ。家にあるものなんですけど、ものですね、グッズ。マフィン型にこんな感じで敷いて使うんだけれども、あのマフィン型にね、本当にちょうどジャストフィットなんですよ。高さとかもね、マフィン型とこの紙のカップがちょうどジャストフィットか、それよりもちょっとカップの方が小さめぐらいの紙をいつも使ってます。なんでかっていうと、その方がね、マフィンが可愛く焼き上がると思うんですよ。こうはみ出した部分が大きく見えて、すごいねぷっくりしたマフィンの見た目になるので、私は紙のカップはちっちゃめを選んで使ってます。次はこれです。オーブンシート、パンとかそれこそ焼くときにこれを1枚敷いて使うんだけど、天板だとくっついちゃうけど、これを敷いとけばくっつかないってわけですね。これはね、何回も使えるんですよ。もう果てしなく使えるから。で、これは新しいやつで、古いのがこっちねかなり色も違うし破けてきちゃったんだけど、そろそろ変えなきゃいけないんだけど、もちろんこの使い捨て用のねやつもうちにはあるんです。あのお肉とか焼くときはこういう紙のビリーと破いて、一回使ったら捨てるみたいなタイプを使っているんだけど、クッキーとかパンとか洗ったら大丈夫なものとかは、もう断然、なんでこんなの毎回ちぎって使ってたんだろうってバカバカしくなるぐらいめちゃめちゃ便利なので、買ってみてください。あとはね、これです。発酵カゴって、こっちから見ると分かりやすいんだけど、ぐるぐる渦が巻いてありますよね。カンパーニュを焼くときに使うんですが、何回か前の動画にほったらかしパンっていうパンの作り方を出したと思うんですけど、その時は発酵は丼に手ぬぐいを引いてやってねって言ったんですけど、この発酵カゴがあれば、この発酵カゴに粉をファーってはたいて、その上にパン生地を乗せて、そうするとね、この渦の模様がパン生地につくんですよ。焼き上がった時に本当にパン屋さんみたいなパンが焼き上がるので、持ってるとすごいパン作り上級者に見えるし
私はね、夢だったんです、この発酵覚悟を持つことが。またおすすめあったら動画で紹介したいと思います。皆さんのおすすめもぜひぜひコメントで教えてくださいね。お待ちしております。この動画で少しでも、あ、美味しそうではないね、富澤行きたくなったと思ってくれた方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。今日の黒板じゃん。富澤はディズニー並みのワクワク度。初めて行った時はやっぱりすごいワクワクした気がしました。今もワクワクするけどね。いや本当に何でもあるからね、素晴らしいところですよぜひぜひ行ってみてね。今日は三脚をもうしまった後に撮り忘れてたので、こんなところから失礼します。ではでは、またね。